おい、皆さんこんにちは、小坂でございます。学校であった怖い話極め、続きをやっていこうと思います。さあ、女性2人にはね、お話を聞いたところで、残るは男性陣、誰から行こうかなと思うんですけれども、間をつなぐ風間さんに行ってもらおうかなと思います。まあ最後の方に残しておきたくないっていうのもあるんですけどね。行ってみましょう。僕の話は怖いからね。途中で帰りたくなっても知らないよ。本当ですか？それじゃあ改めて自己紹介だ。僕は風間望、熊本の高校に通う高校3年生だ。熊本なんですね。行ったことありますよ、マラソンで。君たちはこっくりさんを知っているかな？おお、本格派が来た？まさかの？キューピッドさんとかエンジェル様とか、いろいろな呼び方があるけれど、基本的にはみんな同じだな。1枚の紙に50音と「はい」と「いいえ」の文字、そして0から9までの数字を書いて、真ん中に鳥居のマークを書く。その鳥居の上に10円玉を置いたら、2人以上の人差し指を10円玉の上に置く。あとはこっくりさんを呼び出して知りたいことを尋ねるんだ。真面目に会談をするかもしれない。そうすればこっくりさんがその10円玉を通していろいろとお答えくださるわけさ。そして尋ねたいことがすべて終わればこっくりさんにお戻りいただき、使った10円玉と紙はすぐに捨てるなり使うなりして手放さなければならない。これが簡単なこっくりさんのやり方だ。ただし高級霊のこっくりさんが降りてきてくれればいいんだが、たちの悪い低級霊が降りてくることもあるんだな。私やってる時は同じ神様が降りてくるのかなって思ってましたけどね。私はこっくりさんというよりはハートを確保だから、キューピッド様とかね、あの天使様とか、そういう感じのものをやってたのかもしれないですけどね。まあどっちもやったことありますけど、10円玉バージョンもね。ね、あの終わる時がちょっと怖いんですよね。そうなると取り憑かれてしまうこともあるから気をつけなきゃな。もっとも僕はこっくりさんのプロフェッショナルだから心配ないんだけどね。ほう、そんなことは初めて聞きましたよ。そうそう、西洋にも似たようなものがあってね、あのウィッチャーボードみたいな感じですかね。あ、ウィッチボード、なるほどね。はい、ウィッチボードというんだ。それ専用の道具まで売ってるんだぜ。まあそういうのは世界共通ってことだよな。で、実は僕が話そうとしているのはこのこっくりさんの話なんだ。正確に言うと話ではないな。まあまあ下手な話よりもずっと面白いはずだぜ。聞いて損はさせないよ。実を言うと僕は本物のこっくりさんを呼べるんだよ。あ、高齢の方。え、誰にでも呼べるって？甘いな。甘すぎるよ君。僕が呼ぶこっくりさんは本物だよ。本物のこっくりさんを呼べるのさ。どうやって見分ければいいのか分かんないよね。君たち見たことないだろう。僕が呼ぶこっくりさんはなんと見ることだってできるのさ。はあ、その目は疑ってるな。まあそれは見てのお楽しみってところだな。ところで坂上くん、君はこっくりさんを信じるかな？信じる信じない、どちらとも言えない。信じる。そうかそうか、なかなか見どころのある男だな君は。次元選択だったらやばいなと思ってちょっと急いでやっちゃいましたけど。信じることが大切なんだぞ。で、ついでだけど、君は僕がこっくりさんを呼べることも信じているよね。信じていない。もう容赦がない、容赦がないですね。もう風間さん長い付き合いですから。なんだって？こっくりさんは信じても僕が呼べるということは信じてないのかい？許せないな、全く許せないよ。僕は本物のこっくりさんを呼べるんだよ。ここに集まった人々の中で一番霊能力のある男なんだ。霊能力というかね、あなたもしかしたら成人が違うかもしれないですからね。その僕にそんな態度を取るならこっくりさんに頼んで呪いをかけるぞ。いえ、謝りません。こっくりさんなのかな、呪いをかけてくるのは違うものなんじゃないのかな。風間さんは不服そうにこちらを見ていると思ったら、黙ってポケットから1枚の紙を取り出し机に置いた。やっぱりやる流れになるんですね。なんかやる流れありそうだなと思ったんですよね。この紙を使ってこっくりさんを呼ぶよ。君のことを特別に占ってやろう。そしてその占いが終わった時、君にこっくりさんを乗り移させる。風間さんはそう言うと、手垢がついて濃い茶色になった10円玉を取り出しにやりと笑った。この人は
一体どういう人なんだろう。まあうさんくさい人ですよね。本物のコックリさんを呼び寄せると言ったり、呪いをかけてやるなんて言ったり。さあ坂上くん、十円玉に指を置きたまえ。風間さんの言葉が何かの宣告のように聞こえた。例えるならそう、まるで死刑宣告のように。坂上くん、指を置きたまえ。風間さんが命令口調で繰り返した。僕はなんだか泣きたいような変な気分になって辺りを見回した。僕に呪いをかけるなんて、こんなことみんなが黙って見ているはずがない。坂上くん、早く指を置きたまえ。風間さんが僕の腕を掴んだ。やめてください。僕は思い切り腕を振り払った。すると10円玉飛ぶんじゃない。何かがかさりと落ちる音がした。あ、こっくりさんを呼ぶための紙が床に落ちたのだ。あ、風間さんが叫び声を上げた。儀式の紙を落とすなんて、呪われるぞ坂上、お前は呪われるぞ。物質内の全員が息を殺して僕を睨んだ。え、みんなが睨んだの。だがな坂上くん、風間さんは僕を真顔で見つめ、ゆっくりとつぶやいた。一つだけ助かる方法がある。それは、このお守りを身につけておくことだ。特別に、これを1000円で売ってやる。来たよ来たよ、お金をがめてきましたよ。そういう風間さんの手には、50円くらいでよく売っている消しゴムが握られていた。ん？なんだい？これを買うのかい？風間さんの表情はさっきと打って変わってニヤニヤしている。あまりにもうさんくさすぎる。それってただの消しゴムじゃないんですか？僕が聞くと風間さんは大げさな身振りで悲しんでみせた。それがまたあまりにわざとらしかった。なんてことを言うんだ君は。この消しゴムは僕がある霊験新たかな山に流れる水で清めたありがたい効果のあるお守りだぞ。僕が圧倒されていると彼はさらに畳みかけようと一気に熱弁を振るった。この消しゴムを清めた山の水は何人もの修験者が修行で打たれている滝の水なんだ。その水で一晩清めればただの消しゴムにも霊的な力が宿り、ありがたいお守りになるんだよ。清めてお守りにするためのものは何を選んでもいいんだ。普段身につけられるものでもいいし、キーホルダーでもいい。あの滝の水で清めるということが大事なんだよ。消しゴムを選んだのは学校に持って行きやすいからさ。君、その滝のある場所まで行くのは大変なんだよ。1000円で譲るなんて本来なら考えられないことなのに。これは今回何か悪いことがあってはいけないと思ってわざわざ持ってきたものなんだ。それを君のために特別に譲ってやると言ってるんだよ。はい、ぜひ譲ってもらわなければいい加減にしてほしい。まずはけなすパターンですよね、風間さんのルートは。風間さん。僕は呆れ返った。彼の言うことはうさんくさすぎる。もういいです。すると風間さんはブツブツ言い出した。いいの？本当にいいの？呪われちゃうよ。あ、500円でもいいからこのお守り買いなよ。ますますうさんくさすぎる。僕が睨みつけると風間さんは慌てた様子でこんなことを言い出した。しょうがないね。せっかくお守りを譲ってあげようと思ったのに。君、事故にあっても知らないからね。でも残念だな。せっかく本物のコックリさんを見せてあげようと思っていたんだけど、儀式の紙が落ちてしまってはもうできないな。落ちた紙を使って呼び出そうとするとコックリさんがお怒りになるんだよ。さあさあ、次の話を聞こうじゃないか。まさか終わる？終わったー。エンドナンバー22、セールスマン風間。いやー、やっぱりそうなのか、風間さんは。ねえ、けなしていったらバトルする流れがあるかなと思ったんですけどね。まさかの秒で終わるパターンでしたね。10円まで値切ってくるかなと思ったんですけどね。いつものね、値切りのパターンだと。ただにはしないとは思ったんだけどね。いやー、こっくりさん専用の紙ってどんな感じだったんでしょうね。ウィッチボードの話をしてたからね、そっち系が出てくるかと思いましたが。いや、これやる流れもありそうですね、こっくりさんをね。ちょっと次出会えた時はそっちにちょっとね優しくしてみようかな。はい。ね。
この怖い話の中の一筋の清涼剤、風間望さんでございました。早く終わってしまった。はい、ではでは、今日は短いですが、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も風間節が聞けてよかったなと思う方は、ぜひぜひグッドボタン、あるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の極め、あるいはこのゲームでお会いいたしましょう。また次もこそこと遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。